さあさあやっていきましょう。プロ野球チームを作ろう。もっとプロ野球チームを作ろう。模式をシリーズですね。うん。焼きつくと言いながらあんまりこう皆さんが思う焼きつくではないのかもしれないなと、これは思うたり思わなかったり。これまあだだっと進めちゃっていいかな。まあ今回はね、4月後半なので4月後半までだらっと進めて試合ババッと見てそんな感じでいこうかなと思ってるわけでございます。どうも。さあほい、よし、先進じゃない。こう見ると真珠よりもすごいのがまだ伸びる余地があるってことなんだね。この紫矢印になる選手なってやつが伸びてるっていうことなんだとは思いますが、こう見るとね、もう野口あたりはあんまりコーダー上げても、いやでもねコーダー D だからね、 D を攻めて C ぐらいまで上げていきたい。コーダー、おお伸びてる。磯部コーダー B ぐらいまで上がったらいいね。こうやってこれを見る楽しさがあるね。さすがに焼けつく。これを見てほしいわ。ゴールデンウィークが始まってるんで、まあゴールデンウィーク始まってるんでね、ゴールデンウィーク中に2本ぐらい上げられたらいいかな。今日2日目なんですけどね、ゴールデンウィーク2日目なんですけど、まあ2日目に1本上げて、で割合にもう1本上げようかな。そんな感じでいこうかなと思ってます。まあ変えるほどじゃないよね。まあ打力をでもまあ代打で出てきたら頼もしいな。右の奈良原、左の磯部っちゅう感じで代打出てくると頼もしい。ダイソーは石本で決まり。まあ打順はこれで問題ないでしょう。ちょっとねここは左が3枚続くのはちょっとね、新庄を3番にした方がいいような気がするけど、右左まあまあ左右病でもなければこれでよし、桜井投げさせたい。まあ勇気が体力あるから勇気かな。いい関根かな。まあ悪くない。9点取って6点取って打線好調、投手陣はそこそんなによくはない。しかも3ゲーム差か。打ってますな。豊田めっちゃ活躍させて、豊田はもう放出と。それもありかもしれん。なんつったかな、新外人、取れる外人、なんつったかな、名前忘れたな。取っといた方がいい気もするな、このメンツだと。ちょっと心もとない。これもとない。岩本と松坂の投げ合い勝ちなんだと。完璧だな。あでも8安打打たれてる。たまたまかな。それから見て松坂いいね、いいピッチングしてるね。ヒット9本打たれてる。そういうとこやな。次、関根かな。カウン誰、おータウンゼント、このタウンゼントの能力を知りたい。いや分からんな、これじゃ分からんな。スコア的にはうちのチームの坪井のレフト前、田中、坪井が左方向に
そしてオバンドを左線、まあ坪井と田中で点取ったって感じか。さあ、3戦目これ勝ちに行きましょう。セーブ対決、なんか動きがちょっととろくさいけど、いや近鉄やべえな、なんだこれ、全然追いつかない、追いつかない、勝ちに行くよ、勝ちに行くよ、ねえねえ、今ちょうど日ハム対ソフトバンク戦を、札幌ドームでの試合をねテレビ中継していて見たいなと思いつつ、まあうーん今のうちに取っとくかみたいな感じ。お松井が、あれ松井が西武におる、どうなっとんだということで、試合見たいなと。有原が今めっちゃいいピッチングして、有原とミランダの投げ合いをしているところなんですけども、まあそれを横目に実況を撮ってるわけでございますね。野球民としては実況した方がいいのかもしれないが、ゲーム実況者としてはゲームの実況も上げていかなくちゃいけない。あー清宮の打席がまだ 0-0 で進行中です。え、ロッテ対楽天の試合すごいな、今日7対9だって。まだ5回なのに。何が。ロッテ打線すごいな。もう一度牽制です。誰が打ったの、また牽制。荻野、藤岡ってあたり。ブラッシュ。ブラッシュは楽天だ。スポナビの試合を見ていた。ライオンズノーアウトでランナーを出したいところです。ああ、今中田がデッドボールを当たって二塁へ送球、ヒットです。ライオンズこの試合いつでも先制しておきたいところです。ストレート、今はノーアウト一塁のチャンス、バント一塁へ送球、アウト。うん、松井お、今ノーアウト一塁二塁だ、見たい。ソフトバンク対日ハムの試合が見たいが、実況していくよ、見たいか。これ怖いね。打つね、打つべき人は、打つべき人は打ってくるね。高木大成、まあまあこれ以上は見ていったら、今新庄のエラーっぽいものが見えたな。いやー打たれてる、04、厳しいな、これは厳しめですね。ブルペンデーにしようか、このまま豊田はまあ3回ぐらいで下ろして、どうしようかな、バントしてもいいな、あーフォアボール、そっか走るよ、リードを許しています。流れを変えていきたい。さあ取っていくよ、点を取っていくんだ。うわおお、あれはなかなか難しい守備ですよ。マウンドの傾斜で跳ね返って上がったボールをすかさずジャンプで取る。自分でプレイしてたらあれは取れんだろうな。垂直ジャンプはねちょっとね難しい、タイミング合わせる、よしん、あれ
まあまあすごいならね、この2人を返してくれるさ今。うん、まあまあヒットになったんだからランナー帰れそうな気もしたけど、まああれでねフライだったらってことを考えると、いやでも走ってよかったじゃん。うん、すごい頼む。ちょっとねカクついてる気がする画面が。これどうしよっかな、一旦ここでそしてタイム、タイム、よし、これで良くなったかな。特に何もしたわけじゃないんだけど、ただカクついてるなーって感じで取れる、取られることがある。あそこのせいなのかな、まあまあいいや。ここは清宮の打席に集中していきましょう。満塁、ワンアウト満塁で清宮、ここで決めてくれっていう4番なら、仮にもハムの4番なら。でもさ3割打ってんだよな、3割打ってんだよ、このランナーを返して反撃と行きたい、ね、翔さんとかに比べるよね、3割打ってるだけ。全然文句が出たらいけないと思う、我慢して全然使えるレベルで出てる。きついな今日の試合は、きついな、きついな。また角ついてんだ、まあいいや、まあ、このまま行こう。チャンスは作るんだけど、うん、まあまだ西武6本に対してこちらヒット2本だからね、全然。さあ金子誠、ここで選んでフォアボールあるか、ない、手が出ない。0-4 で負けてても、いや勝つ可能性はあると思って、いやー西武の西武ダブル松井は ずるいだろう、このダブル松井は。角ついてんな、角ついてんな、角ついてない、角ついてない、あーここでば、ダメだダメだ、でもバント。いや、やめとこ、やっぱやめとこ、優柔不断。落ちるね、松井は変な動きしたね、いや本当角ついてるな、本当角ついてるな。これセガスターの方じゃない、サザエドリキャスの方に問題があるんだろうか、そういう勢いで。よし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 、いやいやいけるいけるいける、サードいける、バックホームした時点でサード行けた。さあバントしない2番バッター小笠原です。ハムはバントしない2番好きだよな、なんか小笠原の時もそうだったけど、今太田大してそれやってる。さあ小笠原4割1分クリーンという打率、もう正直勝負しない方がいいと思う、俺が監督だったらここは申告敬遠だな。はあ、やべえ小笠原がやべえ、うちでの小槌とかしたがさ。さあまだまだ続くよ、坪井、いやーちょっとバントしてみるか、
あまりバントの得意な方ではないが。セーフティーセーフティー。牽制。セーフです。からの、からの、転がせ。と見せかけて長打狙い。これは外れました。長打狙い継続。また牽制。と見せかけてからの長打狙い継続。いけ。ストレート大きく外れました。いけ。ボール。決めろ。捉えた。ファールだよ。打球は三塁側スタンドへ。ファール。ああ。清宮頼むぞ。ほじゃほじゃになってるぞ。ほじゃほじゃに。サードだ。あーセンターフライ。もう一伸びが足りません。今日ハム対ソフトバンクの方はワンアウト満塁というチャンスが訪れてますね。現実のプロ野球の方はツーストライクツーボール。バッターは中島拓也。なあ、さすがにな、さすがにただのライトフライだな、さすがにね。松井怖い。いつの間に松井がセーブに。2点取ったからね、2点取ったから、まあ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 まだまだ、よし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 。でうちのチームの下位打線はあまり期待できない。あまり期待できない。あ、おっ。だったらば野口にバントでしょうね。でしょうね。おっ、うちはもう1点入れましたよ。やったね、やったね。高島拓也のレフト前、レフトアンド左、レフト前ヒットかな。レフト前ヒット。投げた。よし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 、この調子で、この調子でバント作戦を敢行していこう。よし、どうする、田中健介バントかな。やっぱり一番可能性高い。まあディアスがあんまりもう体力ギリだから、そんなにストライクを入れる入れる。うわ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 、うっそだ、稲葉の足が遅いもの。ああ失敗したか、これは。ことごとくだな、なんか。4対2。まあ、まあまあまあ、そんなに悪くはない。そんなに良くもないけど、そんなに悪くもない。ここら辺からだな。さあ小笠原、絶好調小笠原からです。7回。しかし無情にも小笠原は、あ、ドヒドイだ。左だな、どうする。いやー、熱いだぞ。いやー、ここでピッチャー交代です。お、なんで1球だけ。清宮まで投げたらいいのに。森進士、森コーチ亡くなったよな。よし、久しぶり久しぶりヒットが出たよ。久しぶり久しぶり。ヒットです。おバント、おバントに期待するものの対象、長打だよね。長打狙いだよね。うわ、今の1球だったな。今の1球だった。外れまして、カウント2エンド1。さあストレート、ボール、2ストライク2ボール、平行カウントになって第5球。高めのフォーク。いや、もう変えていいな、変えていいな。いや、全然変えなくても大丈夫だ、このまま行こう。初回に4失点した時はどうしたのかと思ったけど、ここはゼロで抑えまくってるから
豊田を信じて。よし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 。さあ、金子誠と稲葉野口、無力とは。ここで抑えのエースの登場で。エースが出にかい。カウントはノア。うちの代打構成かけていくにしても田中健介よりもいいのはいないし、田中健介を大きく外れました。田中健介、いや田中健介変えようと思ったら磯部に変えてもいいけど、いやここは変えない方がいいかなと判断した上で、いやーどうかな、どうかな、これは今さっき野口をダイソー出しておきゃよかったかな。いやでも帰って、ダイソー出してたとしても多分帰ってこなかったよな、ホームにな、きっとな。よし、ヒットでしょ、ヒットでしょ、よし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 、いや帰ってきてもいいぞ、帰ってきてもいいぞ田中健介今の。さあめちゃくちゃチャンス、めちゃくちゃチャンス、一打出れば逆転まである。打率4割2分3厘ぐらい、4割2分1厘小笠原。ストレート大きく外れました。今チームで一番打つ可能性のあるバッターが打席に立っている。これはもう打った、よし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 、狙い通り狙い通り。でここで小笠原もどんどん走っていく、いや走らない、あえて走らない。大体走らずに 1-3 塁の形を作っておく。ストレート大きく外れました。ボール。つぼいなら、まあ広角に打てるけど、広角に打てるけど、ボールフォア。さあ清宮だ。ここでまたピッチャーを交代させます。まだ変えるピッチャー。絶対後で足りなくなるよ。どうだ、よし、変直タイムリーツーベースでこの試合もう勝ったでしょう。清宮が打ちましたよ、うちの清宮が。いやめっちゃ速かったな、ラグついてめっちゃ球が速い。シンカーといえば塩ボール、塩崎といえば、塩崎のシンカーといえば塩ボールという。おっ、バンドも打ちまして、打ちまして、せっかくなんでおバンドにダイソー出しておこう。ダイソー石本、一気火星に攻めていく。はあ、これは試合壊れてますね。1-6点、勝っちゃいました。ホームラン一気に8点。このままトヨタ完封でいいですかね。完封じゃない、完投でいいかな。完投だわ、完投勝利だわ。変える、変えた方がいい、いや変えなくていいでしょう、変えなくていいでしょう。ヒットです。うん、いい球。バットを止めたが、これはストライク。うん、いい球、いい球。昔のピッチャーってそんな球速くないよね。昔って言っても、まあ、一昔前レベルで。10年、15年ぐらい前。レベルのピッチャーと比べて、今のピッチャーみんな球速いよね。有原とかがさ、150キロとか連発してるもん。トヨタとか当時めっちゃいいピッチャーだったと思うけど、それでもなかなか150とか出ないでしょ、ほら143とかだもん。それで普通にまあ投げてるもんね。そう比べると今の選手ってみんな、よし勝ち。だ当時に転生したら多分無双しちゃうんだろうな。有原とかも無双するんだな。なんでか見てたな、今見てなくてよかったよ別に。ならもう取れるだけ取っちゃうか、せっかくなんで取れるだけ取っちゃうか。ダイソーで
田中健介も通る。鬼のような機動力野球だな。やってしまいましたな。これは教育やろな。6点差で通る。12対4。取れるだけ取ってしまえ。清宮の打席も見ておこう。いやー、ライト前だ。あー、このまま豊田でいこうか。ちょっと待った。大西かな。選手を交代します。大西かな。いやー、これこういうの、こういう打れ方するのってやっぱリードの問題なのかな。うちのチーム強いね。ね、終盤のこの8、2で取るこの強さよ。勝ち。よし。よし。これは今年も優勝かなと。おかしいだろう。近鉄がおかしいな、これ。近鉄がおかしいな。うちも大概いい勝ち方してるけど。近鉄の勢いが止まりませんね。勢いが。でね、近鉄がおかしいな。勝率7割5分。打ってるわけじゃないのにな、近鉄は。この打撃部門で入ってきているのは中村と片岡ぐらいだけど。投手陣か。先発陣すごいな。なるほどね。富山百姓。なるほどね。さあ、今月の決算、1億2262万円の赤字が、まあ悪くない。こういうマウリシオとか、すげえなマウリシオ。プリモ、おお。いや、打撃が長打がすごいな、プリモ。他にもいたよな。あれ、こんなもんか。こんなもん。ピッチャーか。タウンゼン、これか。まあ、やりそうだな。やりそうだ。よしよし。まあ。順位は2位だけど、勝率とか、そういう点で評価してもらったら、今年は、4月は、そんなに悪くなかったんじゃないかなと思いますよ。B。9大点。だから、辛い評価をつけてる、社長が。さあ、5月。まあ、5月じゃないですけどね、動画上げてるのはね。まあ、いよいよ5月ということで、ゴールデンウィーク期間中にも一つ上げようと思っております。マウスパッドの売れ行きとか最近あんま大したことないだろうな。あんまりパソコン使う人自体がそんなに。中南米に大物外国人、その中南米の外国人を取りに行こうと思ったらまずスタッフを変えなくちゃいけないじゃないか。まず海外担当のスカウトを変更するところから始めるだろう。中南米に強いやつがいたらいいけど、いなかったりする場合もあるだろうし。まあ、オールマイティなやつとかを狙うとね。5001が一番いい。あれ？うん？ 3004 とか。いやー、ちょっとそれは。5002。ダメか。3004でいくか。まあ、ちょっと4ヶ月っていう期間は長いけど。まあいいか。んで、開発済みリストで何かこう、売れ行きが下がってるやつがあるだろうから、それを外して、
商品のラインナップを更新。これでいいね。よし。それじゃあまあ今日はこんなとこまでにしときますか。また数日後にあげます。今日ちょっとパソコン調子が悪くて、パソコンかな、なんかね、ほらなんかちょっと、え、なんかちょっと反応が鈍い。まあそんな時もありますね。そんな時も朝からずっと庭の掃除をしてて、今ちょっと昼になったらちょっと一息つきにゲームをしてるけど、焼きつこしてるけど、終わったらまたね試合も見つつ、ちょっとまた庭の整備を継続してやろうかと思います。そんな感じのゴールデンウィークですね。いやーまあ皆さん良いゴールデンウィークを。ほなまた。